トイフォンはアメリカ合衆国のダンサーである。1930年代に中国系のステージネームを名乗り、中国系のダンサー、ポール・ウィンとトイ・トウィンというペアを組んでタップダンサーとして活動した。太平洋戦争の開戦により、日系人である彼女は一時仕事を失ったが、終戦後に公演活動を再開して1970年代まで舞台に立った。 サンフランシスコの生まれ、本名はシゲコタカハシと言い,い、日系の家庭の出であった。両親がレストランを経営するロサンゼルスで育ち、ヘレンという名の姉妹がいた。彼女の娘の話では、カトリック系の学校に通っている間に、ドロシーと名乗り始めたという。彼女はプロとしての活動を始める前に、バレエとタップダンスを学んだ。幼い頃から彼女は、ポアントで踊っていた。 レストランのある通りの向かい側には、ボードビル劇場があって、その劇場の支配人が彼女の踊りを見て、ダンスのレッスンを進めた。ロシアのバレエ教師に教えを受けた際に、彼女はコサックダンスなどのアクロバティックな技巧を習得した。日本が軍国主義への傾斜を深めつつあった1930年代、彼女は中国系のステージネーム、ドロシートイを名乗った。 彼女が中国名を使ったのは当時日本人があまり好きではなかったという他により短く紙に表示しやすいという理由があった。1934年、彼女とヘレンはリック・パウエルとジョセフィン・ハチンソン主演の映画、春の夜明けのダンスシーンに出演した。この映画には中国系のタップダンサー、ボール・ウィンも出演していた。1936年に トイが高校を卒業すると、トイとヘレン、そしてウィンは、ザスリーマージャンズというグループを結成して、シカゴで活動することになった。後にヘレンは、歌手の道を選んだが、トイは、ウィンと共に活動を続け、トイとウィンというペアを組んだ。優雅さと大胆さを両立させた二人のパフォーマンスは、好評を博し、中国のアステアとロジャースと称賛された。トイとウィンは、 ニューヨークのパラマウント劇場などでヘッドライナーを務め、1939年にはロンドンのパラディウムシアターに出演した。二人はパラディウムシアターに出演した初のアジア系アーティストとなった。二人の活躍はステージにとどまらず、映画にもその活動を広げた。二人は1940年に結婚した。ただし、問いによれば、 この結婚はロマンティックな恋愛の結果ではなく、ホテルの予約などを簡単にするには公的だったという。順調だった二人のキャリアは、1941年の新珠湾攻撃によって安定した。日系人であるトイの両親と親戚は、ユタ州のトッパーズ戦争移住センターに強制収容された。さらにウィンも陸軍に徴兵され、活動を一時停止せざるを得ない状況に追い込まれた。 そして、彼女の出自が日系であることが密告によって知れ渡り、映画出演や他の出演契約も破棄された。ウィンは福音を果たしたものの、PTSD に苦しんでいた。トイは当時の彼について、私が踊っていた人とは別人でしたと語っている。二人は後に離婚した。二人は1950年代初頭に舞台に復帰し、 サンフランシスコのフォービドンシティナイトクラブに1960年代まで出演した。さらに1970年代の半ばまでアメリカをはじめカナダ、ヨーロッパ、日本で公演した。トイは実業家のレフォンと1952年に再婚し、以後はドロシー・トイ・フォンと名乗った。しかし、この結婚も離婚という結末を迎えた。彼女はフォンとの間に二人の子を設けた。 ダンスのキャリアから退いた後、彼女はカリフォルニア州の薬局で働き、90代になるまで子供たちのためのダンス教師を続けた。2016年、トイを題材としたドキュメンタリー映画、ダンシング・スルー・ライフが制作された。彼女は映画内のインタビューで、私たちはダンスが大好きで、皆様にもそれが伝わったと思いますと述べた。トイは長寿を保ち、 2019年7月10日にカリフォルニア州オークランドの自宅で生涯を終えた。ありがとうございます。